はいどうも、2号卒の細野健人と申します。本日は2号卒の就活が解禁したということで、2号卒にインタビューしていこうかなと思います。今日一緒にお話しさせていただく皆さんに自己紹介をしていただきたいと思います。2号卒の専修大学経営学部から参りました内田平賀と申します。2号卒の関西学院大学小学部から参りました藤田と申します。日本大学小学部から参りました中央ゆりなです。皆さん今専攻状況ってどんな感じ？僕はいくつか専攻を受けてます。早っ、まあ、サマーじゃなくて専攻受けてんだ。あるところはだし、インターンも専攻のうちみたいなところは受けてるっていう感じ。あゆさんの今専攻状況ってところいいですか、お聞きしても。今は一応インターン3 days 1個だけ参加して、エントリー自体は50社ぐらいしてるんですけど、50最後まで通ってるっていうのがまだなくて、今選考中とか録画面接とかをまだこれからっていうのとかばっかりです。ゆりなさん次どうですか？二人に全然劣っちゃうんですけど、サマーインターンのエントリーシートを頑張って出してる途中です。何系の企業さんに出したんですか？今出したのは食品メーカーと、あと何個か IT 系を出しました。どんぐらい出しました？何個か4個とか。すごいっす。テントはちなみにどういう就活状況ですか？僕は今エントリーしてるのは3社言っちゃった外食系は難しい選考がなかったの で、うん、でだからちゃんとした就活はしてないです。ガクチカとかも作れない、難しくて。インターンとは別にその就活イベントみたいなのって割と参加してますか？僕行きました。 CFN っていう留学した人が行くイベントなんですけど、パッと行けちゃったのでパッと行きました。ここ注意点です。説明会行った時にちゃんと志望業界とか決めないと迷います。なってもう僕は変な会員されたところに行ってよく分かると終わりました。それこそ私全然豪雪とかはあんま行かなくて、基本的にいろんな企業がっていうよりは自分が行きたいなってちょっと興味ある企業のセミナーをいっぱい受けるって感じで、基本的に企業その単体のセミナーとか説明会に行くみたいな感じばっかりです。自分の行きたい業界がもう決まってるんだったらすごい効率いいなって思いました。聞いてて、何社でいいか分かんないとか悩みあると思うんですけど、どんな悩みあります？僕はなんかマジで業界が選べない、もう広すぎて。ガクチカの詰め方が分からない。自分がフォーマット通り書いてた気がしてても他人からの評価って全然違うと思うから、ここら辺の詰め方すごい今悩んでるっていった感じです。私もガクチカ書くのめっちゃ苦手で、今はダイアリーの先輩24卒の方にずっと添削してもらってます。文章の書き方が下手くそだって言われて、結論を先に書かなきゃダメなのに全然書けてないっていう話はよくされるので、面接とかでもずっと大事になってくることだから、そこは直さなきゃなみたいな感じですかね。ES とか面接の対策って今どうしてます？面接対策で言うと結構恥ずかしいんですけど、結構お風呂でつぶやいてたりとか一人ごとで結構言ってたりしちゃってる節はありますね。でもそれ結構大事ですよね、ちゃんと言葉にするのって。なんか頭の中で分かっててもそれ言葉にって多分めちゃくちゃ難しいから、めっちゃいいと思います。それエントリーシートってどうやってます？まあ調べるじゃないですか、フォーマットを調べて書いてメンターさんに見てもらってるって感じですか？何ですかメンターさんは？なんかたまたま就活イベントに参加した時に、イベントとは別で日常的にイエスの修正だったりとか面接の壁打ちとか頼んでくれればやるよみたいなメンターさんがたまたまいらっしゃって、その方に結構お願いしたりしてるって感じ。周りも就活しているか分かんないし、なんかその就活の話って結構気まずいからなんか喋れないみたいなことが多いと思うんですけど、結構います？周りで就活の話できる人。僕は結論いないです。それってどうして？他の人の就活状況を聞いて焦るのは大事だと思うんだけど、例えば業界が違かったりした場合に、その業界に対して興味なかったのに友達が受けてるから気になっちゃうみたいなのって結構あると思ってて、まあ、それが本当に行きたい業界につながるのならいいんだけど、もし繋がんなかった場合、本当に興味本位で受けてた場合は割と時間を無駄にしちゃうって、なんか言い方良くないですけど、そういう風になっちゃうんで影響を受けたくないっていう気持ちがあるって感じですか？それこそ周りがそんなまだ就活めっちゃしてるって人はいないんですけど、自分結構一日にしてることを口にしちゃう癖があって、無理やり周りも就活する感じの方に持っていくみたいな、就活今やばいんだよなっていう相談乗ってもらって、向こうもやばいってなったら両方頑張ろうみたいな感じ。
感じにしていく方が多いです。どうですか皆さん。あゆさんと一緒で周りで始めてる人がそんなにいないので数人と話してるぐらいですかね、うんうん、そうなんですよね。やっぱり僕とか全然周りに就職の話できることがあんまりないのでぜひちょっと皆さんにこんな感じで報告し合える会みたいな開けたら嬉しいです。僕の就活仲間になってくださいお願いします。ありがとうございます。みんなさどんぐらい就活で割いてる時間。最近になって学校の行き帰りの電車でウェブテストとか SPI の勉強をするようになりました。この間初めてウェブテスト受けて衝撃的な難しさでびっくりしちゃって、とりあえず今はその電車の中では SPI の本を開くっていう癖はつけるようにしてます。それめっちゃ大事です。僕もやります。今日から、いや明日から今日からちょっと難しいね。ネスさんはどうですか。最近メンターさんがついてくれてる企業とか、うん、そういうのがあったらもうその日に OB 訪問じゃないですけど、うん、そういう時間をもう授業より優先しないとダメやなっていうので、うん、もうそっち優先で、あとはもうやりたい時にやるみたいな、ちょっとモチベ下がってる時は全然自分できないんで、うん、今のうちにやろうって感じで。ヒューガ君はどうですか。僕も時間で言うとそんなに割いてない、日によってまちまちではあるんですけど週でも10とか。みんなめっちゃ忙しいじゃん。そのモチベーションなんの。自分就活してるのはそんなに今は苦じゃなくて、うん、だからそのうちにやろうっていうのでモチベがどんどん上がってる。それこそ一次選考通ったらその企業のことちょっと好きになったりしちゃうんですけど、その時にめっちゃモチベ上がってバーってして、でも落ちたらもうほんまに嫌なってなった時は一旦距離置いちゃうみたいな、でまたやるようになったらやるっていう感じなんで。ゆりなさんどんな感じですか今。めちゃめちゃ難しい業界を目指してる友達がいて、その子がめちゃめちゃ一生懸命頑張ってるの見て、あ、やんなきゃやばいんだな、やってる子を見てやばいって思って進んでるっていう感じですかね。もう最後になるんですけど、サマーバケーションが出てきたので、これからの抱負とかそういうものがあればちょっとお聞きしたいです。僕はサマーインターン5社通過で、5社通過したらもう何でもできますから。僕は多分皆さんと時期が多分違うと思うんで、内定1社で。もはや内定すごい、うん、すごい早い。私もサマーインターン5社通過かなって思います。頑張りましょう。私それこそ数字とかじゃないんですけど、自分がやりたいことに対する根拠っていうのをちゃんと言えるようになりたいなって思います。間違いない。というわけで皆さんの目標も決まったというところで、ちょっと今回はお開きにしたいと思います。ちょっと一緒に皆さん頑張ってください。視聴者さんもちょっとこれから僕たちの成長を一緒に見てください。お願いします。せーの、じゃあな、お願いします。バイバイ、またね。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。